確かに音が変わったな。前はもう少し乾いた音がしたような。でも壊れてる感じじゃない。気になるんならバラしてみればいいじゃない。前にも自分でバラしたことあるんでしょ。バラしてもどこも悪くないと思うんです。ただ伝わってくる感覚っていうか、エンジンそのものの息遣いが変わってしまった。何かがなくなってしまった気がして。このままにしておいたら、そんなことはないと思うんですけど、 Z そのものも変わってしまうようで。センチだよね。なんか男の人って変にそういうとこあるね。いくら Z に特別な感情を持ってたって機械なんだもの。調子悪ければバラすしかないでしょ。そうですよね、やっぱり。だから来てみたんです。これは7年前のつくば。これがあの木島さん。ブーストアップの80スープラで1分5秒台を出した。かなりいい数字だよ。山本は古い車雑誌捨てずに持ってんだよな。ほんとマメだぜ。こっちはサンサー R、 ブーストアップで1分2秒台だ。本当に速い人だったんですね。でもみんなブーストアップなんですね。そう、そこがミソなんだよ。そういうこと。木島のいたゼロというショップはブーストアップで売り出したんだ。っていうかそれしかできねえのよ。ゼロは富永の CPU と木島のつくばアタックで名を打った。そんなゼロが初めてやるロータリーチューンに、木島は町田という若いメカを連れてきたんだ。時代は FD という時にあえて片落ちの FC を選んでね。あの町田ってやつは本物だったよな。ああ、2ローター 13B で C7 タービンをきれいに回してあっさりと500馬力を叩き出したんだ。それがゼロの FC3S だ。なあ木島、あの FC どうした？あれだけのチューンドだろ、誰でも乗れるってわけじゃないし。いい車だったな。それがどうしたって言うんだ。探し出してもう一度乗れと言うつもりか。今さら何を。今さら いつもこうやって一つ一つ気持ちを確かめるんだ。確かめる。そう、確かめる。 Z とお互いにちゃんと意思が通じているか。本当に特別な車なんだね。いや、どんな車でもあるんじゃないかな。昨日はうまく乗れていたのに今日は全くダメってこと。乗れなければどうするの？引き返す。一番近い出口で降りて。前はそれができなくて朝までずっと走ってた。だけど今はもう分かった。走れない時は走れない。いくら気持ちを押し付けてもダメなんだ。本当にいいんだよね。何が？私がこいつオーバーホールしても。ああ。これが一番調子いい時のパワーカーブで、これに今回のやつを重ねてみると、ピークで40馬力ほどロスしてるな。でもパワーカーブは相変わらず。変な谷も全然ないし、回転上昇に対しブーストも垂れていない。圧縮もある。つまりオーバーホールする必要なんかない。これは最近の俺の持論なんだが、1割までのパワー減は体感できないと思うんだよ。100馬力ならマイナス10、300馬力ならマイナス30。 Z は600馬力だから60馬力までの損失は良しとしていいんじゃないかな。今のままで悪くないってこと？悪いといえば全て悪いし、悪くないといえばどこも悪くない。全体的にやれているとだろうな。具体的に何かがダメなわけじゃなく、全体的なやれ。あと機械そのものの旬が過ぎたとも言える。リカ子ちゃんのセンスで組み直せばそれなりにパワーは戻るだろう。でも失われた何かは戻らない。そんなのやってみなきゃわからないと思うんだけど。やったよ、散々。あの Z と同じように何か思った車で。
突然のパワーダウンに乗り手と組手と俺の3人が何度も何度も試行錯誤を繰り返しやり直した。だが失ったものは結局元には戻らなかった。チューニングカーと心から入れた車だった。夜遊びに使うんだったらやっぱり会社、 BMW ベンツは外せないよね。いかにもって感じじゃないですか。やる気満々って感じでもそれ大事だよ。間違っても中古の板フラ車なんか選んじゃいけないよ。走行不能で渋滞なんか作ったら一発で彼女とジ・エンドだからね。はい、 OK です。お疲れ様でした。木島さん、また今日も付き合ってくれます？どうしても木島さんに会わせたい人がいるんです。僕に？ええ、ずっと前に話したことありますけど、初期型の S30Z のドライバーに。レイナちゃん、今日 R で来てる？はい。僕に運転させてくれないか？私のある。出来はいいよ。でもちょっとアンダーが強いかな。けどこの程度なら腕で消せる。むしろ軽く曲がる足じゃ200キロ級のコーナーは踏めないから。の、どうした？いつも外車ばっかり褒めてるけど、本当は国産車も好きなんですね。っていうより車が好きなのね。二人一緒なんて珍しいわね。いや、偶然湾岸でね。あ、紹介するわ。木島さん、 Z のオーナーの明夫君に、湾岸の帝王ブラックバードの島さん。朝倉明夫です、よろしく。島達也です。の、よろしく。この二人が今首都高でトップ争いをしている Z とブラックバードか。いきなりなんですけど、よかったら俺の Z に乗ってみてくれませんか？乗ってみてください。何も言わなくていいですから。レイナの R でついていきますから。振り切っちゃって構わないですからね。一緒に行きますか？ああ。安定している。900回転ちょいでアイドリングが綺麗に。よく跳ねて、こんなにコーナー近かったか。なんかいきなりヤバくない？大丈夫、ちゃんと走らせてる。きちんと車との会話が成り立っている。五速。すごい、これが北見チューンの Z か。そんなにすごいんですか？それ松田。メカとしてはちゃんと伝えてくんなくちゃわかんないですよ。木島さん、いつもハッタリかますし。トルクだ、トルクがいい。そうだ、この車はトルク感がいいんだ。立ち上がったトルクが回転を重ねていくこの上昇感、
クランクを回すトルクそのものの強さだ。町田、どうして今隣にお前がいないんだ。言葉じゃ伝えられねえよこんなの。お前は今どこにいる、何してる、あの FG はどうなった。ショップにセンスのいいメカがいてさ、どうってことのないブーストアップでもそいつが仕上げるとえらくいいんだ。もう5年も会ってない。今どこで何してるのかも知らない。あいつにこの Z を見せてやりたいよ。あいつならこの Z 以上のものを作り上げるかもしれない。まあ、言ったな。集中できない。頭から離れない。あの Z が。くそ。また動き出しちまった。もう止められない。じゃあ最後にメールを一つ紹介します。いつも楽しく見ています。昔の走り仲間に伝言です。伝言って？これってそういう番組でしたっけ。ゼロにいた町田さん、連絡ください。もう一度一緒にやりましょう。 K 町田さん、見てるかな。ではまた次回。グッバイ。ドライブゴーゴー。おいおい、マジかよ。相変わらずハッタリかますな。車の重心点ってものを考えるといいんだ。今その車の重心はどこにあるか。加速している時、減速している時、コーナリングの時、常に重心点は変わっている。それを読み取っていくんだ。重心点イコール荷重のかかるポイントだ。 RR の車なら後輪のすぐ後ろにエンジンを搭載して後輪のみ駆動する。後輪は常に荷重がかかり、タイヤはがっちり路面に食いつく。つまりトラクションがよくかかる。ところが本気を出してコーナーを攻めたりすると、パワーがあるほど後輪にトラクションがかかり、前輪がリフトする。シーソーと思えばいいさ。で、4WD 化してそれを防ぐ。トラクションは四輪に分配されて、前輪のリフトを防ぎ、路面との接地感を保つ。速さを求める結果たどり着いた当然の帰結だ。対してターボ2機がついたエンジンが前置きの Z は重心がかなり前にある。君が乗ってフル加速の状態でも重心点はこの辺り。十分トラクションがかかっているとは言えないな。トラクションがかけられるということは荷重をうまくかけられること、イコール重心点を読めることだ。今のままじゃ Z をそれ以上には走らせられない。乗り方次第で Z の動きが変わるはずだ。Z を生かすも殺すも乗り手次第。そうかもしれない。これ以上早く Z を走らせるには俺の走らせ方が成長するしかないのかもしれない。今度のは女子大生が選ぶイケてる会社ベスト10でも200万でねって企画です。おお、いいんじゃないですか。くだらないな。前はこういうのも楽しかったんだけどな。番組に来てた今週分のメールです。最近ほんと多くなりましたよ。そう、評判いいかな。いいよ、マジで。深夜枠じゃもったいないよ。せめて11時台とかにしたいよね。いいですね、それ。つまらない。あの車と関わってからこういう生活の何もかもが。あ、ご無沙汰してます、木島さん。元気そうだな、町田。パパ、ねえパパ。600馬力の L28 型ツインターボですって。ああ、その Z に俺の心は一瞬で囚われてしまった。そうなったら
あとはもう二つに一つ。目をそらして諦めるか、それとも。少しでも今時間があれば、彼と会って話している。メカのことやドライビング、どうってことのないうんちくや雑学、彼に話すことによって俺もまた分かることがたくさんある。伝えることによって俺もまた、あの頃に戻っていくんだ。これが今の俺の生活ですよ。車から離れて、マンションのリフォームとかの内装工事の仕事をやってるんです。木島さんの気持ちもわかりますよ。昔の熱がまたぶり返したってことでしょ。ある意味贅沢なのかもしれませんよ。金もあるし名前もある。木島さんには戻ろうと思えばいつでも戻れる条件が揃ってる。でも俺は違います。これが今の俺なんですよ、木島さん。本当のことを言うと、ずっと待っていたんですよ、俺。ゼロが解散して、でもいつかは木島さんが来てくれるって。町田、またチューニングカーやろうぜって。でも5年は長かったっすね。特にチューニングの世界では、俺自身にもね。もうあの世界に戻る気はありません。ああ、分かったよ。すまなかった。謝ることないっすよ。謝ることなんて。なあ、じゃあな。体に気をつけて、幸せにな。木島さん、あの FC ですけど。木島さんが聞きたかったのはそれでしょう。ああ、御殿場の石川自動車ってとこ行ってみてください。御殿場？あのゼロの FC、 1年前そこにあったんです。そこまで調べたんですよ、俺。町だ。俺にできるのはここまでです。ありがとう。恩に着る。助かったよ。じゃあ。手のひらで路面を感じて、足の指先でエンジンを感じる。そして背中で G を感じるんだ。車は会話しようとしている。いつだって乗り手と。何を考えてるんですか？明日休みか。え、はい。付き合ってくれないか、僕と御殿場まで。御殿場に探していた車がある。あの車は絶対廃車になんかなってない。あの車？仙台 RX7 FC3S。 僕にとっては特別なただ一台の FC だ。くそ、いくら電話を調べてもわからなかったわけだ。どうします？誰か知っている人探しますか？ああ。いや、うちにはあそこの車来てないよ。そうですか。石川自動車ってバイパスのとこだよね。確か半年前に工場閉めた。去年まであそこにあった FC を探してるんですが。 FC？ ねえ、仙台の RX7 FC3S。 ああ、その車ならもしかして知ってるんですか？この辺のはずなんですけど。あれだ。すいません、誰かいませんか？木島さん、あれ。あった。この FC なんですか？間違いない、これだよ。この FC だ。ホイールやミラーなんか細かいところは変わってるけど、間違いなくこいつだ。なんでこんなにビカビカなんだよ。本当綺麗ですよね。ちょっと綺麗すぎる。というか妙にシャンとしすぎている。
ゼロの時だってもっとよれてた感じだったのに。あんたら、その車に何か用かい？そうかい。あんた、あの FC の前のオーナーだったのかい？ねえ、正確にはゼロというチューニングショップで最初に仕上げた車なんです。でも、それがなんであんなに。そりゃそうよ。クタクタになってたの俺がやり直したのよ。パテだらけ、サビだらけだったの。あなたが。まあな。で、あんたあの車どうしたいんだい？はるばる東京から探しに来たりして。譲ってほしいんです。どうしてももう一度乗ってみたいんです。お願いします。ぜひ。それなりの代金は払いますから。いや、金の問題じゃないね。というと？俺なりに手塩にかけた車なんだ。金の問題じゃない。じゃあどうすれば。乗せてもらおうか。隣にな。そうすりゃ分かる。あんたがこいつにどんな思いを持ってるかな。走りは変わってない。昔のままだ。震えるほどに痺れる。間違いなく俺の FC だ。